僕自身が何を言いたいか、何を表現したいかっていうものが、ここで初めて自分の中で本当の挑戦っていうかね、そんな感じなんですよね。だから僕の中ですごく大きい作品になると思います、自分の中でね。どうもこんばんは、ゆうすけ安藤です。今はね、今週台湾ツアーがありますんで、その用意のために、システムとか、その機材のチェック、メンテナンスとか、そういうのを全部ひっくるめてトラブルがないような感じにしたいので、リハーサルしてます。初の海外公演ということで、台湾に行ってくるんですけども、まあ、台湾も含め、世界各国いろんなところで自分を表現したいなと思ってます。せっかくやっぱり自分でね、このオリジナリティあふれる、ロックサウンド、プログレッシブロックをやってるんで、世界各国いろんな人に、伝えていきたいなと思ってます。帰国したらすぐに、アルバムの制作にまた戻ります。冬に、フルアルバムを発売する予定になっております。今回はね、八木正彦不在ということで、ちょっと八木ちゃん忙しいんでね、一緒に、アルバムは制作できなかったんですけども、これはちょっと僕の中でも結構大きいことでして、ずっとね、このプロジェクト、まあ僕のソロなんですけども、ユースケ&このプロジェクトに八木正彦はずっと一緒にそばにいてくれたんですよね。1作目の「マッドネス」、そして2作目アルバム「輪廻転生」、そして3作目「ムーン」、八木ちゃんがずっとそばにいてくれてね、僕をサポートしてくれたんですよね。その八木ちゃんがいないアルバムを初めて4作目にして僕は発表すると、これは僕の中でかなり大きいです。まあ、八木ちゃんとはね、ずっと10代の時に出会って、20代前半からずっと一緒にバンドやってますし、まあ本当に一心同体みたいな感じなんでね、その彼が、いない、僕自身が何を言いたいか、何を表現したいかっていうものが、ここで初めて自分の中で本当の挑戦っていうかね、そんな感じなんですよね。だから僕の中ですごく大きい作品になると思います、自分の中でね。で、やっぱり、小野鎮さんが入ってくれたり、そして、いつも通り、アポロンや、ソウさんが手伝ってくれる、サポートしてくれる。そして、ボーカリスト、石井くんが加入して、また、どんどん YSK の形が変わってきてるんです。で、すごくいい方向に向かってるし、今回のこの発表した選考も、小野鎮さんが書いてくれました。めちゃくちゃプログレで、自分がこう、表現したくても、なかなかできなかったことを、小野鎮さんは、すごいいいの持ってまして、僕とこう融合してね、いいもの作れました。で、この流れでね、フルアルバム、僕も何曲か書きます。書いてます。で、小野伸さんも何曲か書いてくれてます。その合作っていうところで、初めてこの新生 YSK、新境地に行けたフルアルバムを届けれるなと思ってます。まあ、八木ちゃんとはね、またちょっとアプローチの違う作品になるのかなって思います。まあ、これはこれでね、まあ、このドラマーのソロプロジェクトなんで、まあいいのかなっていう。まあ僕が表現したいことがあれば、何でもユースケ・アンドになるわけですから、まあそんなアーティストなかなかいないんでね、そこのあたりも楽しんでもらえたらなと思ってます。フルアルバムを発売にあたって、あと何本かライブも考えてますんで、ぜひぜひ、この勢いに乗ったね、YSK、新生 YSK を、体感しに来てほしいなと思ってます。また、ホームページなど、ブログとか、ツイッター、そしてインスタとか、チェックしておいてほしいなと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。